箱り駅、山川駅舎箱り駅ホーム。箱り駅は、大阪府阪南市箱三320番地にある、南海電気鉄道南海本線の駅。駅番号は、NK39。大阪府が、分譲開発している、阪南スカイタウンへの最寄り駅である。相対式2面2線のホームを持つ、地平駅。駅舎と改札口、トイレはホームごとに独立しており、 改札内でのホーム総合間の往復は不可能になっている。2007年2月28日までは、現在の下り駅舎のみが存在し、古戦橋でホーム同士が結ばれていたが、2007年3月1日の上り駅舎の完成をもって移動が禁止され、上下線ごとに改札が分離された。現在は古戦橋が撤去され、ホーム上屋が建設されて、現在の上屋とつながった。 現在の上り駅舎がある敷地は、昔は公子越貨物列車の入れ替えが行われていた。一部は、現在も残り、保線車両の留置線として利用されている。また、南海本線箱作り駅前地区整備事業により、駅前交通広場と駅前小広場、海側改札の新設、駅前の舗装、駅前小広場と山側、海側駅舎を結ぶ。 立体横断施設の整備が行われた。2019年時の1日平均乗降人員は4972人で、ある。京阪神有数の海水浴場である、箱造り海水浴場は駅の西方にある。最寄り停留所は箱造り駅前となる。以下の路線が乗り入れ、南海ウィングバス南部により運行されている。ありがとうございます。